アイテム番号 SCP-149JP。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。 SCP-149JP は表面の劣化を防ぐためにバルブ部分を除いた外部にウレタン樹脂を塗布した上で、収納時オブジェクトの円周が 78.2cm となるように設計された金属枠の中に収納されています。バルブへは空気圧維持用のチューブが接続され、サイト81の機密収容室で保管されます。 SCP-149JP の円周の変化はすべて記録され、 0.2mm 以上の変化が確認された場合は自動的に SCP-149JP への空気の注入や室内の気温の調節が行われ、 SCP-149JP の外周を一定に保ちます。説明。 SCP-149JP は異常性を有するゴムボールです。素材のゴムに異常性は確認されませんでした。SCP-149JP は一般的なゴムボールと同様の耐久性を有していると推測されます。SCP-149JP の膨張、収縮に伴う外周の変化は地球の公転軌道に影響を及ぼします。SCP-149JP の膨張により地球の平均的な公転軌道は通常よりも外側を通過するようになり、SCP-149JP が収縮した場合は通常の軌道よりも内側を通過するようになります。SCP-149JP の外周が 1.0mm 変化した場合、太陽、地球間の距離は、km だけ変化します。SCP-149JP の円周にプラス 2.5mm からマイナス 2.3mm の変化が起きた場合、地球表面上の平均気温の急激な変化や季節の周期性の乱れ、それに伴う環境の変化により現在の生態系は速やかに崩壊すると推測されます。なお、一時的な圧力による凹みや歪みは公転軌道に影響を与えません。現在、SCP-149JP の内部に樹脂を注入することで円周を一定に保つ計画が立案されています。SCP-149JP は1900年月日 SGEC 地球環境保全委員会の支部に潜伏した財団職員により複数の SCP オブジェクトの存在が告発されたことを受け、調査を行った際に他のオブジェクトと共に回収されました。当時財団は未収容 SCP オブジェクトによるものと推測される、地球を主とした微細な太陽系惑星の公転軌道の変化について、主に地球外を中心として調査を行っていましたが、SGEC が SCP-149JP について独自に行った調査記録と財団の記録が一致したことで SCP-149JP の特定に至りました。